ご視聴いただきありがとうございます。今回は敦賀駅からスタートいたします。これから北陸本線、湖西線、東海道本線を通って、大阪へ向かうべく、特急サンダーバード18号に乗車いたします。敦賀駅からは223系や225系による新快速列車が出ており、それで大阪駅に向かうことができますが、途中停車駅も多く、早いと早い時間も少々かかりますので、それよりは快適な特急列車のリクライニングシートに座りながら、流れるように速い車窓を眺めて向かおうということなのであります。本日は2月の半ばでそれほど混雑する期間でもありません。自由席に乗車します。自由席でも指定席と同じ普通車で、リニューアルがなされた快適な座席に座れるのであります。ガラガラの車内と排気ませんが、比較的空席もある状態でした。北陸と大阪を結ぶ特急列車で、敦賀から自由席に座れるのは、滅多にないと言っても良いでしょうが、閑散期なら窓側でも空席がありますね。現在乗車中の列車は683系4000番台と呼ばれる形式です。車両の顔が両方とも貫通型と言われる形の編成であり、683系で最も新しい形式にして、シリーズの中では面白みがあまりない車両だと登場当時は思ったものです。逆に両方ともこの顔であるという点で面白いとも言えるかもしれませんがね。485系のパノラマ編成でもボンネット編成でもないやつと同じようなものだと思えばこの形式も存在感が増すものです。今日ではサンダーバードは北陸新幹線開業とともにリニューアルがなされ、どの形式であっても同じような車内の設備に統一されておりますから、快適さも統一され、サンダーバードのイメージアップに繋がっております。かつてはサンダーチャイムと呼ばれる打点音のチャイムと肉声の放送でなされた車内放送ですが、今日は北陸新幹線と同じ JR 西日本用の北陸ロマンチャイムと自動放送に変更され、サービスアップが図られました。リニューアルによって68シリーズ列車の座席が683系4000番台の座席に準じたものに変更されたようで、どの列車でも快適さが変わらないのは前述した通り。敦賀から大見塩津までの残りわずかな北陸本線をゆったり走行します。この区間は上りのみループ線となっており、その場所の名前から、初原ループ線と呼ばれます。ループ線とは鉄道における勾配緩和の方法であり、上編成の鉄道車両は車のように、常に坂道を自力で登れるわけではないので、あまりにもきつい坂に対して箱のような方法で、登っていくことがあります。主にスイッチバック式とループ式がありますが、今回はその一つのループ式路線を体験しているわけです。新疋田駅が近づく頃に、下り線が合流します。敦賀から新疋田の所要時間は上りと下りで、結構変わります。線路敷地が広がったなと、感じたら、新疋田駅を通過します。新疋田駅は上り線、下り線、中線の3線ある駅で、ザ・国鉄っぽい駅なのであります。鉄道撮影地としても名を馳せております。左側に誘致線が見えますと間もなく、大見塩津駅であります。北陸本線と湖西線が分岐する滋賀県北部の駅ですが、特急列車は通過いたします。北陸本線の特急列車、白鷺号が引き続き北陸本線で、米原方面を目指し、乗車中の特急サンダーバード号は、これより湖西線に入りまして、京都方面を目指します。大見塩津駅を通過いたしまして、北陸本線と湖西線がすぐに分岐いたします。北陸本線、大見塩津から米原間はのどかな区間で、特急白鷺号以外は比較的ゆっくりと走りますが、湖西線ではどの列車も速く、ことに特急サンダーバード号はその高速新線の性能をフルに活用して爆速してまいります。ここからが見どころです。ここから見下ろす景色が、湖西線で好きな車窓の一つであります。とても高いところに高架線が建てられております。この先、湖西線に突入した合図であるかのように、二つのトラス橋がありますが、これはなぜあるのでしょうか？トラス橋が架けられているのは、主にその場所の支持力の増強のためでありましょうが、実は湖西線建設当時、この橋の下には古墳村が眠っていたのであります。これは想定していなかったことなので、急遽トラス橋による強化建設でその場をしのいだのでありました。謎の橋にも理由があるのであります。間もな
く大見今津駅を通過いたします。この駅を境に新快速列車が速達型列車となり、また8両編成の車両を前に連結して12両編成で走り始めます。特急サンダーバードも一部が停車する比較的重要な駅であります。湖西線の車窓といえば、一番に想像されるであろう景色、琵琶湖の登場であります。滋賀県のおよそ6分の1の面積を占める日本一大きな湖であります。間違っても滋賀県の陸地と湖を逆転しないようにしましょうね。棚田も美しいこの区間では湖西線の有名鉄道撮影地として知られております。進行右側ですと棚田と平山地の美しい風景を眺めてます。一風変わったサンダーバード号の車窓の楽しみ方としては、北陸本線では座席のリクライニングを深めに倒して、速い車窓ながらもゆったりくつろぎながら楽しみ、湖西線や東海道本線ではリクライニングは浅めにして、速い車窓や JR 京都線の流れる景色をせわしなく集中してみるという楽しみ方を個人的にやっております。ある綺麗な形の山、三上山が見えます。あの山のあるところが安であり、いよいよ京都も近いということが視覚的に理解つきます。視線を右にずらすと琵琶湖大橋も見えますね。だんだんと都会に近づいていく感じがまた鉄道旅の醍醐味であります。片田駅を通過、湖西線ではこの先の区間が最もダイヤ数の多い区間となります。片田駅は一部の特急列車も止まる重要な駅です。駅前も立派です。高速新線ではトンネル内も伏線となっているのが最高であります。大阪山トンネルを抜けますと、間もなく山科駅です。高架線とともに東海道本線が並走しており、この先山科で合流します。湖西線の旅もここで終わりであります。Thank you.
長くて楽しい湖西線の旅を終えまして、京都にやって参りました。ずっと高速で走ってきて、止まる京都駅はとても厳かに感じるものであります。これは新快速列車では味わえないものです。湖西線も終わってこれからもう面白い車窓はない、と思うのはまだ早い。これからおよそ30分ほどで、大阪についてはしまいますが、JR 京都線の福々線区間や、沿線の大規模な車両基地なんかを、見るという乗り鉄の楽しみはここに、濃密に詰まっているのであります。これからが集中しなければならない区間です。車窓を集中してみるというのももはや、意味わからん状態ではありますがね。早速注目すべきポイントが登場。近鉄京都線と留置線による JR の車両です。今日は奈良線の103系が来ます。現在の奈良線で一番古い車両であります。最近阪和線の205系があちらで225系に淘汰されたことで新たな職場奈良線にやってきましたが、それによってただでさえとても古い国電103系がいる奈良線がさらに国鉄色が強い路線となりました。ウグイス103系とスカイブルー205系がいる光景はなんだか首都圏で山手線よりも先に京浜東北線の103系が置き換えられた平行世界っぽくていい感じではあります。西大路駅手前では東海道新幹線と目線が同じ高さになる区間が一瞬あり、これもまた注目したい車窓です。ここで新幹線と並走してくれたらベストですが、なかなかその機会はありません。桂川橋梁で新幹線とはお別れ、次に合流するのは新大阪駅です。向こう町駅を通過してから進行左側に見えますのは吹田総合車両所京都支所であります。ここは JR 京都線でいろんな車両を見ることができる、鉄道好きのみならず一般の方でも注目する区間であります。本当に多い時では何種類もの車両が止まっているので皆さん注目されます。乗ります。
新大阪駅にはあっという間に着きます。京都から新大阪の間は特急と新快速によってとても短い区間であるという錯覚を起こされるのであっ、東淀川駅を通過した後すぐに新大阪駅に着きます。東淀川駅と新大阪駅の間はとても短いのですが、これは新大阪駅が東海道新幹線開業に合わせてできた駅だからであります。東海道本線における元々のこの地区のメインの駅は東淀川駅であったということなのであります。じゃあ新大阪駅がメインになった今東淀川駅はいらないという意見もあるでしょうが、従来から利用されていた方々から反対され、新大阪駅も東淀川駅もお互い近いながら存在することとなったようです。新大阪駅を出ると大阪駅にはすぐの到着ですから、降りる準備もこの辺りでしておいた方がいいでしょう。淀川を渡ると大阪駅です。Thank you for using JR West. We will soon arrive at the Osaka Terminal. Please change here for the Osaka Loop, JR Kobe, JR Tokunasuka, Hankyu, Hanshi, and Subway Lines. There is no exit between cars number 9 and 10. Passengers in car number 9, please use the exit at the back. Passengers in car number 10, please use the exit at the front. Thank you for traveling on the Thunderbird number
sure you have all your belongings with you when you get off the train.およそ1時間半の特急サンダーバード号の旅が終わりました。もし北陸新幹線が敦賀まで延伸されて、サンダーバード号が運転継続ということになれば、こんな感じで乗車することになるでありましょう。ということで楽しんでいただければ幸いでした。北陸本線の特急も歴史が長く、今では非常に短くなった北陸本線ですが、そんな歴史ある北陸特急の最後の時となるかもしれない今だからこそ、ぜひ乗っておきたい特急列車サンダーバード号。あ、せっかくの683系8000番台が凍結されたサンダーバード号ですが、こんなことと分かっていれば指定席に乗車していましたよ。かつてのスノーラビット編成の683系、今は特急白鷺号で活躍している車両が大阪駅まで来ている姿は貴重でありますからね。大阪環状線の列車とのツーショットのとてもいい感じです。この後列車は回送列車として、網走総合車両所の宮原支所へ回送されます。引き続き東海道本線を走行して、塚本駅と尼崎駅の間で貨物線に分岐して、進行方向を変えずに車両所に入れる、こちらもまたループ線となっているのであります。2周囲のループ線を走行する北陸特急の683系でありました。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。本日もご視聴いただきありがとうございました。